ネバせーセねーば、カンガルティクボクシングを推奨する TKX チャンネルです。よろしくお願いいたします。今日もですね、動画をちょっとね、見ながらですね、まあ、前蹴りの、えー、まあね、練習をしてみてください。えっと、まあ前蹴りですけど、今回はですね、特に今ストッピングですね。まあ相手が来た時にしっかりと前蹴りで、まあ相手止めるっていうね、作業なんですけども、まあ今、あの、まあモデルとしてやってるね、 えー、彼女は、まあ、身長150ちょいぐらいなのかな。なので、まあ、僕とやると、ま、ですね、あのー、身長の差があるので、こう、イメージね、イメージが使えると思うんですけども、まあ、ううう逆にね、あの、身長が低い人は、この前斬りっていうのはね、意外とこう、良い、えー、攻撃になるんですよね。まあ、リーチが短いので、前斬りがね、なかなかこう、通用してないんじゃないかっていうね、まあ、感じもあるんですけども、意外とね、この前斬りは、 えー、自分より背が高い人にも入るし、もちろんね、同じ背の高さの人にも入るので、まあ、場合によって、時と場合によって、えー、距離によって使い分けるっていうのが大事ですよね。まあ、特に背が小さい人はこのパンチに合わせて前蹴りをするっていうね、えー、こういう形でね、できるといいと思います。で、まず基本的な ええと、ころで言うと、やはりこう、ノーモーションですぐね、できないと、えー、ストッピングができないので、まあ、踏み込みをね、えー、大きさを小さくするっていうのはね、大事なと思います。あまりね、大きく踏み込まない。まあ、前に行ったり後ろに行ったりね、えー、するよりも、まあ、極力ね、あの、その場合できるようにすると、うん。ただまあ、相手が前に突っ込んでくるので、多少ね、後ろに下がりながらっていうのはいいと思うんですけども、その下がるね、えー、スまあ、幅もね、えー、もう、えー、モーションが大きいと、まあ、その、すぐ出ないんで、 結局はね、あんま意味ないものになってしまうんで、やはりタイミングと距離っていうのはね、すごい大事になってくるんで、まあそこはね、えー、まあ動画のようにね、何回も何回もね、ああいうふうにタイミングを、まあ、練習するっていうことが大事ですね。あとは体をね、やはり倒すことによってパンチを避けられるので、えパンチをね、しっかりと避けるイメージでね、あのー、体を倒すと。あとは、えー、例えば右の前切であれば左手をね、前に出して、ああいう形でね、あのー、 パリをする。まあ、防御をしながらね、やる。イメージをつけておくといいと思います。ね。あの、必ず顔の前にね、えー、手を置いていた方がいいですね。あの、払いはね、いいと思います。やっぱ左足だったら、左手の払いはいいと思うんですけども、右手でしっかりね、えー、顔の前にガードを置くことが大事ですね。今ちょっと動画はちょっとね、まだガードが甘いような気もしますけども、必ず顔の前で手のひらをパーにして、 えー、手のひらを向けて、えー、パリをしながらね、やっていくことで、まあ、それほどね、あのー、前蹴りもね、怖くなくなると思います。もちろん、まあ、体を倒してるんで、ある程度はね、その、えー、パンチを避けるとは思うんですけども、まあ、万が一っことも考えて、しっかりね、えー、ガードをする、逆の手でガードをするっていうのね、大事になってくると思います。はい。まあ、あのー、最初はやっぱタイミングが難しいので、その、タイミングっていうのは、まあ、距離ですよね。 あの、相手が向かってくる距離と時間と自分がね、前蹴りを出すのに、まあ、なんでだな。距離がだけじゃなくて、相手が前にこう進んでるので、時間の流れもあるんですよね。だから遅すぎると、え、距離的に短くなっちゃうし、早すぎると届かなくなってしまうので、まあ、ある程度届くところですよね。まあ、 あまり遠すぎないところがいいですね、やっぱりね。うん。ある程度多少膝が曲がったぐらいのところでいいと思います。まあ、ストッピングなんでね。はい。なので、まあ、その距離とかの部分ですよね。タイミングっていう部分に関してはすごいね、重要になってくると思います。あとはね、前蹴りが入ってくると、まあ、こうやってね、前蹴りからのフェイントっていうのもね、えー、結構入りやすくなりますので、ぜひね、前蹴りからのフェイントもね、合わせてまあ練習してみてください。 これはね、あの、右の前蹴りをする、まあ、フェイントから、えー、右ストレート、スイッチ、っていうか、まあ、構えがね、変わる感じで、えー、左のミドルをね、打つって感じですかね。ここから左のミドルという感じになりますよね。まあ、前蹴りでストッピングすると、ね。で、右足の意識が空いてるところで、右足の前蹴りをフェイントから打つと。 で、今ね、僕は避けましたけども、要するに、えっ、ー、と、足を上げた時に、相手がねの、反応を見ると。これ反応が見れれば、えっ、ー、と、むやみにね、行く必要があですよね。はい。そういうわけでね、えー、ぜひね、練習してみてください。コメントやね、えー、質問とかも、ね、お待ちしております。それではね、また次回お会いしましょう。さよなら。